食事場岡本かの子夕食前のご飯時パリのキャフェのテラスにはパリのキャフェのテラスは特別に混雑する一日の仕事が一段落ついて今少しすれば食欲三昧の時が来るそれまでに心身の緊張をほぐしおもむろに食欲に呼びかける時間なのだ どのテーブルにもアペリチーフの盃を前にした男女が仲間とおしゃべりするかタバコの煙を輪に吹きながら往来を眺めたりしているフランス人特有の身振りの多い饒舌の中にもこの時ばかりはどこかのどかさがあるアペリチーフは食欲を呼び覚ます酒男は大抵エメラルドグリーンのペルノを女はシンクのベルモットを好む 新鮮な色彩が目に芳醇な香りが鼻にほろ苦い味が舌にいずれも魅力を欲しいままにする午後7時になるとレストランとの扉が一斉に開く誰が決めたか知らない食堂法律がこの時までフランス人の犬フに急速を免しているフランス人は世界中で一番食べ意地の張った国民である一日の中で 食事の時間を何より大切な時間と考えている旗で見ていると何とも言えず幸福そうに見えるそれは味覚の世界に陶酔している姿に見えるおそらく大革命の騒ぎのさなかでも世界大戦の混乱と同様の中でも食事の時だけはこういう態度を持ち続けたであろうパリのレストランとを一軒一軒食べ歩くなら半生かかっても全部回れないと人は言っている いくらか誇張的な言葉かとも聞こえるがあるいは本当かもしれない日本では震災後東京に飲食店がおびただしく増えたがそれは飲食店開業が一番手早くてどうにかやっていけるからだと聞いたしかしパリのレストランとの数は東京の日ではないそれは東京におけるような経済的理由からではなくてもっと他に深い理由がありはしないだろうか とにかく中流以下のレストランとには必ず何人かの乗客がいて毎日同じテーブルに同時間に同じ顔を見ることができる私のような外国人でも23日続けていくとあなたのナプキンを決めましょうかと聞くナプキンを決めておけば食事ごとにその洗濯代として253チームぐらいの小銭を支払わなくても済むからである ルルクサンブルグ公園にある上院の正門の筋向かいにあって、議論の討論に井の歩を空にした上院議員の連中が、自動車に乗る面倒もなく、すぐ駆けつけることのできるレストランホワイオ、マデレンの黒ずんだ巨大な寺院を背景として、一日中自動車の洪水が渦巻いているプラス・ド・マデレンの一隅に、クラシックな品位を保って、つつましく存在するレストラン、ラルー。 そこからほど遠くないグランブールバルの裏にある魚料理で名を売っているレストランプルニエールセーヌ川を隔ててノートルダムの先頭の見える鴨料理のツールダルジャンと一流の料理屋からテーブルの足が妙にがたつき口のかけたチグハグの皿に曲がったフォークで1食5フラン約40銭ぐらいの安料理を食べさせるバスへのレストランとまで数えてたら パリのレストランとは一体何千件あるかわからない牛の脊髄のスープといったような食通を無情に喜ばせる洒落た種類の料理を食べさせる一流の料理店からネギのスープを食べさせる安料理屋に至るまでパリの料理は値段相当のうまさを持っているたとえ一皿にフランの肉の料理でも十分に食欲と味覚は満足させてくれるいわゆる美食に飽きた食通が うまいいものののを探すのは中流の料理屋においてである。パリの料理屋にはどこにも必ずその家のスペシャリティと称するものが23種類ある美食探検家はこういう中流料理屋のスペシャリティの中に思わぬ味を探し当てることがあるというパリに行った人で一度はレストランエスカルゴの扉を廃しないものはないであろうエスカルゴとはカタツムリのことで。 レストランエスカルゴはカタツムリ料理で知られている店であるこの店も一流料理屋の例に当然加わるべき資格を持っている一体カタツムリは形そのものがあまりいい感じのものではないしかもその肉は非常に怖くて弾力性に富んでいるこれを食べるにはよほどの勇気がいるフランス人に言わせれば牡蠣だって形は感じのいいものではないただ カキは水中に住みカタツムリは地中に住んでいるだけの相違だ人間が新しい食べ物になれるまでにはカタツムリに対するのと同じ気味悪さを経験したに違いないと主張する言われてみればそうかもしれないが日本人にとっては不気にこの上もないものであるカタツムリはどれでもこれでも食べられるのではなくてレストランエスカルゴ等で食べさせるのはブルゴーニュという地方で算するものである この地方に産するものが一番うまいものとされている食用カタツムリの養殖はちょっと面倒な事業だそうであるその養殖場には日陰を作るための樹林と湿気を呼ぶコケとが必要である市場に売り出すものは子供でなくてはならないので一年に一度子供を親から別居させなければならないそしてカタツムリの需要は秋から冬にかけてであるためその頃になると カタツムリは土の中に潜ってしまうから養殖者はちょうど芋を掘るように木の棒で掘り出さなければならない掘り出したものは何度も何度も洗ったり泥をはかせたりしなければならぬ寒い季節になるとパリの魚屋の店頭にはこうして産地から来たカタツムリがカゴの中を這い回っているカタツムリ料理はまだ1種類しかないそれはカタツムリの肉を茹でて柔らかくしたものを 上等のバターと細かく刻んだッカとをこね合わせたものと一緒にして殻に詰めるだけのことであるしかしこの簡単な料理にもなかなか熟練を要するというカタツムリの季節にはパリのレストランのメニューには大抵それが載っているある養殖家の話ではパリで1年に食べられるカタツムリの数は約7,000万匹でそれを積み重ねると パリのの門より高くなるる。というから大したものであるカエルを食べ始めたのもフランス人だと聞いた食用ガエルは近来日本でも養殖されるが本場のフランスにおいてさえまだなかなか普遍的な食べ物とはなっていないようだその点から言えばカエルよりカタツムリの方がはるかに勝っているカエル料理は上等なバターでフライにしてトマトケチャップをかけて食べる 上等なバターを使うので出来上がりがねっとりしていていささか不気味に感じられるカエルはむしろラードのようなものでカラリと揚げた方があっさりしていてよくはないだろうかカエルやカタツムリなどのグロテスクなのを薄気味悪い思いをしてまで食べなくともパリにはうまい料理がいくらもあるラングストといっている大きなエビの味は忘れかねる これは地中海でとれるエビで塩ゆでにしてマヨネーズソースをつけて食べる伊勢エビよりもっと味が細かい芝エビよりやや大きいラングスチンと呼ぶエビはハサミを持っているハサミを持っているエビはちょっと形が変わっていて変だがこれがまたなかなかうまいごとにオリーブ油で日本式の天ぷらにするといい日本は、 地方海に囲まれているから海の幸は利用し尽くしているはずだがたった一つフランスに負けていることがあるそれはカラス貝がフランスほど普遍的な食べ物になっていないことだ日本では海水浴場の岩門にこのカラス貝が群がっていてうっかり踏んづけて足の裏を切らないよう用心しなければならないあんなにたくさんある貝が食べられないものかと子どもの時によく考えたことだがそれがフランスへ行って 初めて子のの時の不審を解決することができた。ガラス貝はフランス語でムールというこのムールのスープは冬の夜など夜更かしして少し空腹を感じた時食べると一等いい日本に初めてトライした西洋料理がポークカツレツ通称トンカツであったかどうかは知らないが西洋にいても日本人はよくこのトンカツを食べたがるところが ここののののななるるももがが西洋のどこへ行っても一向見当たらないい。で失望する人が多いイギリスのレストランと行ってメニューを探してみるとポークカツレツというのがあるから喜んで注文するとそれは我々の予期するカツレツではなくて日本のいわゆるポークチャップであったとんかつは英語と考えている人があると見えるロンドンで会った人の話にその人もとんかつを英語とばかり思っていたのでレストランと行って とんかつに弱ったそうだトンカツに巡り合わない日本人はようやくその代用品を見つけて衣を着た肉の揚げ物に対する執着を満たすだけで我慢しなければならぬそれは子牛の肉のカツレツであるフランスではコトレツミラネーズといいドイツではウィンナーシュニッツレルというフランス人はその名の示すようにこの料理をイタリア・ミラノのコトレツと考え ドイツ人はオーストリアの主婦ウィーンの料理と考えているらしいさしあたってこの両都市で本家争いを起こすべきであるコトレツミラネーズとウィンナーシュニッツレルの異なるところは前者はイタリー風のマカロニかスパゲッチーを付け合わせとしており後者がジャガイモを主な付け合わせとしていることでそこに両本家の特色を表している。